始まりました「坪井宏のハッピーラジオ」えー。えっと私はですねカナダスウェーデンドイツという風に音楽の修行をしてきて現在日本で活動しているドラムの坪井しと申します。そして一緒に番組をしてくれるのはえっと。年齢大好き この間、1200円のコーヒーを飲みました。おお、マジキーボードの森田たまみです。あら、たまちゃん、そんな贅沢したのはい。素晴らしい。美味しかった。<laughs> 美味しかった。なんか違う。違う。全然違うの。どう違うの甘かった。甘いんですね。すげえ、小学生の感想が、あの、もらうことができましたか。<laughs> えっとですね、この番組はですね、いろんな人とコラボをして、 もっと面白い場所をいろいろ作っていこうぜっていう風な番組になっておりますですのでゲストの方をいろいろ呼んだりとか僕が今までこんなコラボをしたよとかいうようなお話をどんどんしていこうという風なコーナーなんですけれど、はいえー、コーナーじゃなくて番組か <laughs> 番組なんですけれど、えーとですね、この番組を支えてくださってるのは横須賀にあります 株式会社みやび組様でございますたまちゃんはい今流れてるの何かわかる <laughs> <laughs> あなたのドラムでしょ。そうです。タムちゃん何 <laughs> あのそこはうまくさえなんだろうとかさうまくやってよ。なんかそこらへんがとぼけて可愛くなんかやれない <laughs> そうなんです。多分ね僕がねジャズの演奏をしているっていうことをもう知らない方の方が増えてきてるかもしれないっていう風なのもあるんですけれど、えっとですねこれは僕が前にえっ、ー、と行ってて今は休業中という風な形になる。 んですけれどトレファーゲルという風なえっ、ー、とピアノのトリオですねピアノコントラバスドラムのトリオをしていたんですけどその時の音源をかけておりますそしてですね今日のゲストはですねもうこれでピアノを弾いてくださってるピアニストの方に来てもらっているんですよたまちゃんはい はいだけですね <laughs> <laughs> なんか一言添えてって返事だけじゃなくて <laughs> 素敵あですのでえと今日はその方をゲストにお呼びしてえと音楽の話はもちろんえとですね本当にいろんなことを音楽でもされてるしその経歴自体もとっても面白いのでそのお話をちょっといろいろ聞いていこうかなって思っておりますけれどたまちゃんもう早速。 はい読んで見ちゃいますかはいお願いしますわかりました今日はですねジャズピアニストの山田孝子さんに来ていただいておりますありがとうございますこんにちはこんにちは <laughs> 山田孝子さんはお久しぶりですお久しぶりですよね結構と思って <laughs>、ね、僕でも山田さんとはもう10年以上経った知り合せ十 五年ぐらいあ,あ、そんくらいですよね。だから、うん、多分今までお呼びしたゲストの中で一番古い付き合いの方なんですよ。<laughs> ですので今日はもう僕はもうちょっと心開きまくってるんで、山田勝てない高子さんね。<laughs> やめてください。<laughs> <laughs> えと失礼なこともあの気にせずバンバンお話ししていこうと思ってますけど、いいですか <laughs> はい、やったー、お知らせいただいたよ。山田孝子さん、かわいそうとか言ってあげて。<laughs> たまちゃん。<laughs> 素敵ですね。<laughs> はい、皆様、そうです。えっ、ー、と、今最初に、えっ、ー、と、ご紹介し,しましたように。えっ、ー、と、私、坪井弘とはですね。えっ、ー、と、トレファーゲルという風なバンドで。えっ、ー、と、アルバムの方は二枚ですよね。ね二枚ですね。はい、うん、えっと、レコーディングスタジオで撮った一枚と、あとはライブワンの一枚っていうふのを出してて。うん これはすごく高い評価もいたただきましたよね、はい、そうなんですよもうあの作曲家と,としても素晴らしいタ子さんの曲だったりベースの近江の,の優太の曲とかも演奏してて僕もこの中にあの1曲だけオリジが入ってるんでございますけれどそれもねあの山田さんにねあのご協力いただいて完成できたっていうような曲なんです。それで僕はですね山田さんはその付き合いがすごく長いんですけど僕恩人なんですよ山田さん。えっ ういうことですかいやいやあなたがいらっしゃったからえ<っ>えと僕が帰国していろんな音楽活動っていう風なのを。 することができてもう本当ね山田さんにはねプライベートでもいろんなお世話になるし <laughs> 本当に確かにでしょうお世話してますね出演してますよ <laughs> 本当にほらみ皆様 <laughs> 僕と山田さんがすごい仲いいってことがどんどんバレてってますよ <laughs> 山田さんにとってそれはプラスなんですか <laughs> わかんない <laughs> <laughs>、まあ、こんな感じでえっ、ー、とザックバラにですねえっ、ー、とお話をしていこうと思ってますえっ、ー、とその山田さんとその ちょっとその出会いの話にもなるんですけど、うん、一番最初の出会いっていうのはえっ、ー、と確か千葉の音塾での演奏ので時ですよねうん、うん、その時にそのバークリー帰りの素晴らしいピアニストの方が、はい、今日来るよって言って僕むちゃくちゃ緊張してたんですよ本当ですかいやだって当時バークリーの帰ってきた人ってまだ少なかったじゃないですか周りにですかはいだんだん多くなってった頃のちょうど だと思うんですよその中の一人のでだからバークリー「え何アメリカ帰りのすごいピアニスト」って言ったらなんかこうちょっとなんか優しそうな女性の方で実際をピアノ弾いてみるとすっごい攻撃的で<そう> <laughs> <laughs> いやすごい面白いなって思ってその間仲良くしてもらったんですけど僕はさっ,きさっき言ったように海外から帰ってきてあの。 やっぱり日本でこれからやっていくっていう風なのに、その山田さんと海野裕太がその楽しみにしててくれて、せ、うん、あの旅行にも来てくれましたもんね。そう。スウ,スウェーデンとかドイツとかね。そうノルウェーも行きました。ノルウェーも行ったんですよね。うんうん、そうだそうだ。あ同じヨーロッパの音楽っていうのが好きっていう風な共通点もあって、それでその山田さんとかと一緒にそう日本に帰ってきて活動させてもらったのがちょっと花開い。 であのいろいろつながっていったっこれ大音の人ですよ。わかりました。<laughs> はい。もうシャッターから僕の圧が強すぎるから、はい、オープニングはそろそろ終わりにして、はい、次のコーナーに行ってあの山田さんのね。 <laughs> あの音楽の経歴を聞いていきたいと思うんですけど <laughs>、はい、まず最初にやっぱり山田さんがどういう方なのかっていうのは僕はやっぱりミュージシャンは音を聞いてもらうのが一番じゃないのかなっていうふうに思うので、うんはい、ちょっと山田さんのえー、っとそうですオリジナルソングそれを一曲山田孝子これトリオトリオですピアノとピアノとベースとドラム。 ドラマのトリオ、うん、この1曲をちょっと聞いてもらって、えー、と山田さんってどんな風な感じなの方なのかなっていうふうなのを、えー、と感じてもらえればなっていうふうに思っておりますですので山田さん、えー、とちょっと1曲紹介をしてもらってもよろしいでございますか、はい、では「いではリメンバランスというアルバムの中から「ノーベンバーを聞おきください。 はい今聞いていただいてるのは山田孝子のオリジナルで何という曲かもう一回言ってもらっていいですか。ノーベンバーです。あこれはな最新のアルバムですか。そうです。あ最新なちょっとおっしゃるせっかくだからもうアルバムの紹介してもらっていいですか。はいえー、っと2020年7月に、えー、コロナ禍でリリースすることができた、はいうん、最新アルバムでえー、っと ピアノが私ベースが清水明義、うん、ドラムが神座幸という、えー、バリバリの活躍中の2人を一緒に撮りました、はい、なるほどこれを押したらもう今えっ、ー、と Amazon だったりとか、えー、とタワレコさんとかそういうようなところでこう<あ>オンラインとかでも買えるんですか えっと四月の一日から買えるようになりました。もしたらもう変えますよ。素晴らしい。ぜひ皆様ちょっとあのお願いします。いいよあの手に取ってもらえればと思うんですけど、もうこの曲聞くとね今初めて聞いたんだけど山田さんの曲だなって感じ。がすげいです。なんていうのかなこの神秘なんていうのかなこう一筋縄でいかないワンポイントが何かねないこう。 綺麗なんだよ。とっても綺麗なんだからちょっとあやうさ、あやさが入ってた。あやそうさ結構山田さんの中で、結構 <laughs>、一つなんかある時あるなって思うんだけど。怪しいですか。<laughs> 怪しいですよ。<laughs> 自分勝手な感想だから、全然。でも, <laughs> でもね、あの例えば、そのトレでも演奏したい、トレファーゲルでも演奏したように。モモとか、すっごい素敵な優しい曲だったりとか、あと、ちょっとこれ少しなんか、えっ、ー、とさ。 こ,うこのあと何が起きるんだろうって雰囲気がすごく漂ってる感じがするじゃない <laughs> 絶対熱くなるよねっていうふうな感じがすごいするんだけれどそういう風な楽曲ってのもむちゃくちゃあるし、うん、なんかあの今日はね後半では、うん、山田さんの,その作曲家とか、はい、えと音楽家としてのそのいろんな秘密っていうのもちょっと聞けていけたらなっていうふうに思っていますので、はい、まずは山田孝子さんの「 山田かつてない高子さんの音楽経歴 <laughs> 大,丈<夫> <laughs> 大丈夫でございますよ <laughs> 大丈夫かどうかをもう聞いてる方に判断してもらいましょうね、じゃあ音楽経歴を聞いていくために次のコーナーに入っていきたいと思うけどよろしいかなタマちゃんはいお願いします The Story ストーリー <laughs> <laughs> 山田さんついてこれてる ひっくり返ってたけど <laughs> どれがひっくり返って思ったか裏かわかんなくなってるつぼいでございますけどこのコーナーはですね、はい、物語という風な言葉をキーワードに進めていこうと思っておりますですのでえっと山田孝子さんのまあ、音楽人生物語というか、はい、まあこれまでの経歴をこう物語として捉えてちょっといろいろお話を聞けていけたらなっていう風に思ってますはい ですけど山田さんピアノを始めたのは何歳にっ習ったのは六歳からなんでピアニストにすると遅いですよね。そうか、うん。かなり遅いと思います。タメちゃん遅いの？六歳っていわゆる？まクラシックのいわゆるね、うん、ピアニストはもう三歳とか、ねね、そうだいたい三四歳かなへ<ー>あの。 まあ今こう活躍してたりする人は。はい、で山田さん何、えー、と周りにミュージシャンの方っていうのはい,たんですかいやいなくて、うんあのー、卒園式あるじゃないですか、はい、保育園の。はい、で自分が年中さん、はい、で年長さんが、はい、えと卒園する時に「はい、式の歌わかりますあ思い出のアルバムかな?」はいはいはいを、あのー 先生がピアノで弾いて歌うんですけど、はいはい、ピアノに感動して私は泣いていたんっていう <laughs> 感受性の塊じゃないですか <laughs> でも周りを見たら泣いてる子供は一人もいなくて恥ずかしいって思ってまあやめ泣くのはちょっとね頑張って止めたんですけどピアノにそこから興味がいき習ってるという噂のこの「 後をついていってなるほど勝手に申し込んできましたえ <laughs> 幼稚園生が <laughs> あ保育園生が臭い時、うん、すごいそんなにこう衝撃だったんですかまあ結構アホだったから <laughs> やりたいって思ったら <laughs>、はい、そのままついていっちゃって、はい、習わせてくださいっていうおばあちゃん先生にお願いしてへえ、親御さんとか全然知らずに知らずに びっくりしたでしょう。それは電話かかってきました。<laughs> そうっすよね。<laughs> そうそう。あでもそんな感動から始まったんですね。結構そのあのわけも分からず習い始めたっていう方も多いじゃないですか。そうじゃなくてこう,うわすごいってのが最初だったんですね。そうもうやりたいってなって、はい、音大とか何か知らないけど、うんはい、音楽大学に行くって決めて、えー。<laughs> じゃあそっからずっとこの小学生とか中学生とかも含めてずっと音楽をこうピアノをやっていくってことですか。そうです。一回もやめてないですね。わあすごい。な何を弾いてたんですか。クラシックを習い始めて。最初はい、まあクラシック普通にやってたんですけど、はい、あのまあ、うち共働きなんで、はい、家に親が帰ってくるの遅いから、はい、ずっとピアノを テレビをつけてピアノを弾いて、はい、家の中をにぎわせて <laughs> 怖いのを紛らわせてなるほどたんで、はい、あのとにかく何でも弾いてました<え>あのテレビの曲とかえ,え自分で聴いてきまあ昔は小さい時はなるほど譜面にある曲だけじゃなくてってことですね、うんうん、あすっすごいたまちゃんとそこは一緒か。 CM のじゃ、ね、あ勝手にその音感的なものっていうふうなのをこう鍛えていってたんですねそこで。 どうなんですかね。いやできないですよ。普通多分その聞いてこの音かなって僕今でさえできないですから自分で歌ったやつ。い<ー>そうな声出される。<laughs> 可哀想って今思われた。<laughs> あそうだったんですね。じゃあそしたら特にこう何かを練習するっていうよりは、うん、そのピアノを使っていろんなこうあの音楽をやすることがとっても楽しいみたいな感じだったんですか。そうですね。楽しかったんです。楽しかったかな。あ,あなるほど。 まあ、教本以外の、はいまあ、ビートルズとかカーペンターズとか、はい、父親のカセットがあったんで、はい、そういう方がかっこいいじゃないですかあなるほどそっち弾いたりねあとアニメの曲弾いたりえちょっと待ってくださいビートルズがかっこいいってそのビートルズの CD を聴いて、まあ、レコードカセットですねカセットを聴いて、うん、あこうかなってやってピアノで弾いてたってこと探して音を、はい、当時はあの音感なかったから。 いやそれはすごいわこの前すみれさん栗林すみれさんのゲストで来たけどあ,、はいはい、あの方もそうちょっとなんかあの音を聞いてなんかいろいろやってみたみたいなこと言ってたしたまちゃんもそうだしうやっぱりなんかそういう入りの人いるもんなんですね。 ね、僕なんかと,とにかくバ,バイエルを弾いて次はブルグミラー行って<あ>チェルに行くかみたいなそういう人ばっかりかと思ってた <laughs> いやそれそっちがメインですけどねあそれはそれでやってたけど、うん、そそっちが私は、うん、メインですごいなあでもなかなかそれは多分あの音楽やってあんまりやってない人からすると結構びっくりですよね<ー>聞いたやつを音にできるっていうのうなんう多分すごいことだと思うんですけどえそれで ずっととククラシックのこでえっと、はい、7歳で川崎にある合唱団に入って、はい、そこがちょっと変わってて、はい、あの洋楽をアレンジして、はい、あの子供が全員申請され当時アナログ申請だらけで,でドラムベースみんな子供が日本太鼓とか三味線あとギターとかいて、うん、ダンスやらされ歌わされ<え>結構その。 「天才テレビくん」とかあ,ああいうのに、はい、とかなんか NHK の歌謡番組の、はい、こうちょっと転換の合間に子供が出てやるとか、はい、そういうので毎週日曜日その練習行ってオーディションして本番やってっていうのを、はい、<laughs> 当時もう仕事のようにやってたんで。はい、すげが小学生が そう幼稚園から小学生、まあ、私は小学生からだったけどもあ,、はい、あのちょっと音痴で意外と意外とって意外じゃないかもしれないけど山田さんで自身が音, <laughs> 音痴だったのでオーディションがあるんだけども、はい、好きな曲を音楽の教科書から選んでよくて、はい、妹はチューリップ選んで、はいまあ、賢いねって言われて私は「夕焼け、小焼け」選んじゃったんですよ。はいほいほい 結構論点難しいじゃないですか<ー>いきなりしかも。<laughs> はい、ですごい最悪なことになってたんだけども、はい、なぜか受かって。えいや多分すげえ音楽楽しいみたいないううそうかもしれない。なるほどね

あれですね。あれとかは結構そのバンドマンが中高生が難しい曲の一つとして挑戦できたらすげえみたいな曲ですそれを小学生がもうすでにそう多分あれ今でも覚えてますえ、ちょっと今から想像つかない頭振ってた時代があったかもしれないあとこう持つキーボードではいはいショルダーキーボードですね大きいやつで あのダンサーの先生とかが振りをつけて踊ってキーボード弾いてました。<laughs> かわいい,い <laughs> 想像つかないちょっとリスナーの皆様、ね、これでラジオ聞いた後山田孝子えっ、ー、と山に田んぼあの貴族の木に子の子ですよね <laughs> 尊い子ってことですよ,尊い,ですよ尊い子を調べて <laughs> あの画像を見てほしいんですけど動画ももちろん聞いてほしいし <laughs> 音聞いてほしいんですけど想像全然つかんないんですよ <laughs> 確かにね確かにいやすごいでも面白いですねピアノ始めるのが遅かったけど、うん、仕事始めるのは超 まあお金はねもらえなくて月謝を払っている団体で出演料とかなくておやつとか子供に配られて記念品とか持ち帰るでも海外とかも行ってるきましたそれで演奏で演奏で信じられない12歳から1年おきぐらいになんか日本親善大使っていうので 派遣されて、はい、向こうのウィーン少年合唱団とも一緒に共演したりとかありましたウィーン少年合唱団とそ,うそして聞いてください、はいはい、2> 第二ボタンを交換して帰ってきたんです早い早速すすごい混ぜてる <laughs> <laughs> 第2ボタンでいやーちょっとそこで生酸っぱい話もちょっと聞きたいなーって思っちゃうけどえっ名前か覚えてるもんすかいや覚えてないあどうせミカエルくんとかそんな感じか <laughs> ねえちょっと少女漫画に嫌とか言ってなりそうなんだろうね多分 <laughs> なるほどそうだったんですね、うん、じゃあそれは 確かかかになかなかない経歴だよね <laughs> でその後でもその高校生ぐらいまで高校は音大みたいなあ,おあの付属高校みたいな,なんかえっとね千葉の県立で音楽科があるとこに行ってそしてその後はは、えっと国立音楽大学のピアノ科っていう。なるほどその時そのだいぶ大きくなってくると子供の頃やってた活動っていうのはもうやらなくなっちゃってって感じですか 大学生の時は指導者にもさせられて早いろが早い早いですよね指導者をしてましたなるほどあおしそしてその問題でまあクラシック専攻で進んでたってことですねそうですねでそれ以外は内緒でやってました先生にはやっぱりちょっとそういう雰囲気があるんですでも面白いなそうかおせ国たちに行かれてクラシック をやられてそのでもえっと、はい、まあ高3ぐらいからちょっと先日亡くなったチック・コリアさんの、はい、あの、えっと、当時はレーザーディスクがあって、はいはい、アコースティックバンド、うん、エレクトリックバンドにはまってしまって。なるほど まあチックコリアのものをあさっていたのが高3の音大受験が終わった後で、で大学1年に誕生日にブルーノートのチックコリアのトリをプレゼントしてもらって、えー、見に行ってもう衝撃で一列目で見て、えーはい、なるほどそ,うそれでコピーバンドを始めました。チックコリアのは、うん、はい、はい れも缶コピバンドあの譜面とか買ってまあそれはさすがに譜面買ってやったんですけどなるほどねでえっと3年生ぐらいの時にあの山下洋介さんがあのゲストでというかのなんて言うんだろう教えに来る期間があって国立音大に1週間とか大学3年生の時に国立に国立音大のまあ大先輩なので。はい 来てジャズとはっていうのに、はい、まあわからないけど一応聴講して、はい、でちょっとやりたいんですけどって相談して、はい、あのバークリーの先生を紹介してもらったりとかしたのがそうですねちゃんとやるきっかけあじゃあそれでバークリーの存在を知ったみたいな感じなんですかなんとなく噂は聞いてたけどみたいなうん噂は聞いてて、はい、でもまあ卒業するまでは、うん、あのクラシック はい、ちゃんとやってその後ちょっと一瞬ウィーンにも行きたくて悩んでたんですけど、はい、まあ4年生の時もう完全にジャズに、うん、ああの行くのを決めて、はい、卒業後1年まではクラシックやって、はい、そこからオーディション受けましたバークリーのそのあと。いやおっしゃるそれまでいわゆるその今考えるとだと思うんですけどうん、うん、ジャズの経験っていうのはほとんどなく 試験を受けたってことですか。えっと、バンドとかはやったことずっとやってたんですけど。即興で。あ、即興はないです、ね。即興はゼロ。譜面があるものだけ。はい。はい。で、それで、バークに受けたんですよね。そう、自力で勉強して。いや、なかなかいないと思いますよ、そういう人。 えどうなんですかやっぱりある程度ジャズの経験を踏んで大学生とかでジャズ,ジャズとかね、はい、<ー>それから行く人うん、うん、あとは今の流れだと専属大学だったりとか、はいはい、そういうところを経て番組、うん、にもっといろいろな人とやりたいからとかいうような感じで行く人とかは聞くけどうん、うん、音大からジャズ分からずにその時分からないって気持ちはあったんですかあ,ありました 即興っていう風なのはそこどううやってて乗り越えようとしてたんですかね当時は多分、はい、まあ和音コードっていうのをいろんな形で弾くとかを一生懸命やってて、はい、あとは音を取るのをやって、はいうん、オーディションもやっぱ即興があったんですけど、はい、スタンダードを選んで、はい、あのいろんな人のいい演奏をつないで作って。うん 丸暗記して出ました。何 <laughs> なのこれは。ちょっと、ね、言っていいのかな。天才の初業なの。何なの。どうなんだろう。<え><や>ダメなやつです、ね。そうなんかね、うん、すごい両極端に触れすぎてる <laughs> ある意味天才だよ、ね。ダメなやつ。いやいやいや。いやすごいですね。いや多分僕クラシックやられてる方でそのジャズって未知字な世界っていうのは、うんね、あると思うんですよ。 そしてそのやっぱりジャズやってみたいなって思う方々もいるけど、うん、こう一歩踏み出せない人たちにあのちょっとしたヒントにもなると思うんですよねやってそうやってコピーしてやってみたりとかして、うん、一緒に合わすだけでも楽しかったりするじゃないですかそのコピーバンドでやってくように、うんうん、だからそれからどんどんこうねやっていったりとかの一つになると思うんで貴重な話だと思いますよでもそれでバークリーって最初とか辛くなかったですか どんんな感じだったですか最初まああのー、あとは音大時代に弾いてた大きな、はい、結構超絶技巧って言われる難しい曲を弾いたりして入ったので、はい、結構あの待遇が良くってはい、はい、クラスもあの飛び級みたいのがあるんでアメリカって、はい、基本のクラス全部飛ばしてもらっ飛ばしてくれたんですけど。うんはい 大変でしただから <laughs> <laughs> 何にも分かんなくなって <laughs> なるほどでも弾けるけど何を弾いていいか分かんないっていう状態ってことですかそうですねあのもう結構何年かいる人のクラスにバンって入れられちゃうたので、はいはい、じゃあ今からこの曲やろうっていうセッションのクラスとか、はい、いやアドリブできませんみたいな状態で、はいうん 結構黒人の先生とかに椅子とか蹴られてた。あっ暴力ではなく大丈夫かっていう。で英語も大変だしいきなりだから。えそれがだって当時女性で一人でバークリに行くって結構いましたまあ行けばねいたんですけどでも。 クラスに女性一人っって多かかたななるほどやっぱりそんな時代にそんな過酷なとこに放り込まれて怖かったですよ最初は泣いてましたなるんか途方に暮れてだけどあのまあね始まっちゃえば必死でこうちょっとこのコーナー最後に一個聞きたいのはバークリーにいる時 結構その乗り越えるの僕辛かったんじゃないのかなと思うんですよ。辛い時期長いんじゃないのかなって。うんうん、でもそれを支えたものってのは何だったんですか？うんうん、え、友達ですかね。やっぱり友達あ,あの最初韓国のことをルームシェアしてたり。はいうん、あとまあ結構みんな優しかったんで、外国の方も日本人の女の人には、はいうん、あとは結構引けなすぎて、はい。 練習室にずっとこもってると一日一日終わるじゃないですか。はい。なんかあんまり辛いとかいうのは本当一瞬で必死でした。はい、ああなるほど。とにかく知りたい弾けるようになりたいみたいな感じで。うん。英語とジャズとで。はい、うん。あなるほどね。うんうん、いやすごい。いや。 山田さん強いのかなでもすごいすごいな、うん、素晴らしいいや,いや,いやすごいいい話を聞かせてもらいましたちょっともうなんかもっと経歴いろいろ聞きたいけど <laughs> すげえ時間経つの早いちょっと経歴は大体こうこれで見えてきたと思いますので、うん、ちょっと次のコーナーでせっかくだからね 山田さんのその最新アルバムを出されたってことでもあるので、<laughs> 一曲まるまる聞いてみたいと思いますので。はい、たまちゃん、次のコーナー行きますか。行っちゃいましょう。どんせん。せー。フルー考えるぞ。<laughs> 感じろ。感じろということで、たまちゃん、すげえ、くる。うん、いいですよ。あのー。ですね。このコーナーはですね。もう、音楽のことを難しく考えるんじゃなくて。 もう感じようぜ音聞いて感じようぜというふうなコーナーになっておりますですのでえっ、ー、とせっかく来ていただいた山田孝子さんの最新アルバムなんていうアルバムですかリメンブランス記憶っていうはい、はい、リメンブランス、はい、リメンブランスの中から一曲ちょっとお送りしてよろしいですかはい、はい、じゃあ,ありがとうございます うん、これはもうあの先ほど言ったようにもう発売されているので是非、はい、皆様ちょっと手に取っていただければなっていうふうに思うんですけれどこの中からな何の曲を聴いてみましょうえっと 1>,、うん、1曲目の「Along Way」という曲があるんですけど、はい、それがいいかなと思います。なんかそのタイトルとかこれはですね一緒にやる女性ミュージシャンが、はい、まあ今年ちょっと CD 録音するかなっていう。あの バイオリニストの舞子ちゃんということユニットを始めた時にやっぱりこういう曲を作って人前で演奏してっていうのが、うん、多分おばあちゃんになるまで続くわけじゃないですか。なんていい人生なんだと思って楽し、まあ、いろいろねうよ曲折ありますけど、はいはい、こういう長くいいこういう人生が続くといいなという気を込めて。 あ、ロングウェイって長く続く道のりというタイトルにしたんです素晴らしい <laughs> むちゃくちゃいい話い <laughs> 早く聞きたくなっちゃう <laughs>、はい、じゃあおしゃれ一曲流していいですか,、ま、かはいお願いしますもう一度したらタイトルコールだけお願いいたしますはいあ、えー、ロングウェイお聞きくださいはい 今お聴きいただいているのは山田孝子の最新作の中からですね「えー、あロングウェイ」という曲ですねいやー素晴らしいじゃないですかまたこ,まこの曲もなんか山田さんっぽいって感じ、ね、本当ですかなんかね山田さんのことを知ったつもりになってるよ俺えっとですね皆様ですねこのようにですね えーと聞いた今日山田さんのお話だったりとか曲の感想をですね是非ラジオの方にメールをいただければというふうに思っておりますですのでメールアドレスの方をえーと紹介させてもらいます。T. t.happyradio.gmail.com t. t h a p p y r a d i o g m a i l トコムこちらの方までぜひメールをいただければと思います。そして山田さん自身はこのアルバムとかそのあのいろんなところで買えると思うんですけどホームページとかお持ちなんですかはいえー、と 山田孝子ピアノまで入れてもらうと、はい、すぐに引っかかると思います検索できるってことですね、はい、山田孝子という字はですね山に田んぼに、はい、尊い子、はい、尊いこがございます, <laughs>、はい、す本当に <laughs> <laughs> 素晴らしいそれで検索していただければ山田孝子スペースピアノですねそれで検索していただければ山田さんのホームページっていう風なの、はいまあ、これまでの作品とかもそこで買えるんですかえっと と、はい、作品は、はい、あのレーベルが、はい、ットネスプラスという、はい、まああのホームページ見ればどこかから、うん、なるほどわ、はい、かると思い飛べるんじゃないのかなっていうようなことですね、はい、まずはホームページをご覧いただいてっていう感じですね、はい、いやじゃぜひ皆様そちらの方で山田隆子を検索していただければというふうに思います、はい、じゃ次のコーナーはですねそんな山田さんの音楽を作るというふうな ところにちょっと踏み込んでいこうかなって思ってますので、はい、ぜひ次のコーナーに行きましょうはい !The Sky and the l i はい。山田さん英語が詳しい山田さんがこの前で英語を喋ってる坪井博士。<laughs> えっと、The Sky is the Limit、ね、青天井ということですね。可能性は無限大ということで、<laughs> はい、えとこの、えー、とコーナーはですね、コラボということはキーワードにお話をしていくんですけれど、はい、これまで山田さんが作ってきた音楽、まあ、 もやってきた音楽っていう風なのは、コラボの連続って言っても、僕は過言じゃないと思うんですよ。はい、いろんな人たちでやってるでしょう。そうですね。今回のメンバーっていう風なのは、うん、えっと、リメンブランスのメンバーは、はい、アルバムリメンブランスのメンバーはジャズのメンバーですよね。はい、そうです。え、山田さん、ジャズ以外の演奏とか、いろいろされてますよね、今も。あ、今は。はい、まあ、教える方ではクラシックとか。はい なるほど、うん、教えの方もやられてますもんね。そうですね。ジャズも教えてる。教えてます。クラシックも教えてる。教えてます。教え山田さん自身武道館経験したことあるんですか？あります。えー、<laughs> そんなことを普通に言えるってどういうことですか？それちょっとそこら辺の話をちょっと、ね、ちょっと聞かせてもらっていいですか？武道館はどういう機会で出たんですか？あのーうん、先ほどお話ししたはい。 合唱団でも出たことあったんですけど合唱団でもはい昔はちょっとデビューが早すぎるんですけど最近だとワールドオーダーという、うん、あ,あのダンスユニット、はいうん、大変ロボットダンスというかのスーツを着て踊るはい。そのえー、っと <laughs> ミュージックチームの一員として出ました、はい いやだからその山田さんはそのジャズのミュージシャンにも多いと思うんですけど、はい、その自分のリーダーだったりとか、はい、そのジャズの演奏っていうのも多くされてるしそのサポートメンバーって言っていいんですよね、はい、サポートメンバーとしてされていろんなこうイベントに参加したりとかいう風にしてるんですよねそうですね武道館で演奏するってなんかやっぱ全然違うんじゃないですかいつものジャズの現場とあの違う上にですね。はい ダンスユニットに、はいえー、当時確か世界最大級の照明器具を持ち込んだっていう噂で、<laughs> はい、そのあと動機ってわかりますか？あああの合わせるというやつですね。音楽はい、はい、で生演奏とその同期、うんはい、と照明と音。はい 踊りが一秒でも来るわけにはいかなかったので、そうですね。流してる音源に合わせなきゃいけないってことですもんね。そうなんです。はい、そのスタートが無音から始まるんですけど、はい。音合わせ弦楽器の、うん、その前にカウントがスタートしてました。え、はい？一秒もずれないように<え>音合わせしてるふりしてみんなカウント数えてました。<laughs> じゃあ耳の中ではずっとコッコっとが鳴ってるんですか？そうですそうです。百何十拍目に、うん。 音楽スタートとか <laughs> 死にそうなスストレスでした <laughs> じゃあ,あの聞いてる方々にしたらあなんかふわーってなんかいろいろやられてるなと思ったらうん、うん、いきなりバーンって始まるみたいなそうなんですねあとまあ大音量なので、はい、ヘッドホンしてても生音が3秒から5秒ぐらい遅れて聞こえてくる音の嵐の中で乱れずにやるのはもう。はい お腹痛くなりましたね <laughs> <laughs> だからそんな大舞台も経験しつつ山田さんのライブとかだと結構その身近なあの距離とかでも演奏されてて逆にそのなんていうのかな生の熱さっていうのもむちゃくちゃ感じられてやっぱジャズの醍醐味っていうのも,もうその、うん 演奏されてるから、だからそういう風うな面でその山田さんだったりとか、はい、ジャズのピアニストだったり、まあジャズミュージシャンですよね。あの見てみるとまた面白いんじゃないかなっていう風うに思うんですよ。そうですね。ですよね。なんかだって武道館でそ,そんな経験したと思ったら、すっごい身近なところで、もうわーって弾いてる山田さんがいる。め <laughs> <laughs> ちゃくちゃ面白い。<laughs> <ー>いやーすごいですよね。だからその。 結局山田さんの中で音楽っていう風なのがどういう風になってるかっていうのをちょっと聞いていきたいんですけど、はい、山田さん作曲って結構早い段階から始めてたんですかいやちゃんと認識してやり出したのは、はい、ボストンに行ってからだと思います、はい、あ、なるほど向こうにいる時からちょっとずつ始めてっていううな感じですか、うん、そうですねあとこのリメンブランスって全部オリジナル一曲以外 一曲だけ、はい、あのアメリカのトラディショナルな曲を入れてます。<あ>うん。スタンダージャズスタンダードじゃなくてじゃなくてはい。そうなんですね。じゃあほぼオリジナルで行っているっていうふうなことですよね。うはい。その自分の音楽作りってこうどういうふうなことを心がけてるかとかその始められたきっかけとかなんかあるんですか。 ジャズスタンダードをこう演奏するミュージシャンも多いじゃないですかオリジナルを作らずに、はいええ、特にサポートをやられてる方だとかだとオリジナルじゃなくてサポートずっとやってるからあの誰かの曲を演奏するってことの方が多い人もいますよねうん、うん、でも自分のやつをこう作っていこうって思ったなんかきっかけとかもしくはなんかそういうふうに思い出したきっかけとか,なんかそういうのあったりしますかスタンダードも演奏したいんですけど。はい えっと、やっぱり自分のやりたいことを表現するには、うんはい、人の曲じゃだめだなっていうのは結構その曲を作る時には背景だったりとか,そのなんかストーリーとか歌詞は作らないですし背景もないです、はい、作る時は全然ないです。 じゃあ結構その音楽的にこういう曲を作ろうっていう感じで作る。そうですね。メロディーとかハーモニーがなんとなくあって降ってくる。うん、なるほど、ね。<laughs> <え>素敵な印象。ちょっと <laughs> 多分っょいろいろいろあると思う。<や>もう僕らは天才っていう感じであの捉えちゃうけど、でもアロングウェイとかは後から付けたってことですか？ タイトルは私ほぼ全部後からです。はい、あ、うん、なるほど。この曲をじゃあ,あロングウェイにしたいなって思ったのはなんかこう。どういう風になってた。またまその一緒にや,、はい、やる。ユニットのメンバーと、うん、あの音を出して、はい、初回あのタイトルないままに演奏して。はい 後からつけましたあじゃあそのこと一緒にやっていきたいなっていうあ、うん、それをそう思ったからうん、うん、あこの曲その名前にしようみたいなういや面白いねこれ結構ジャズミュージシャン特有な形かもしれませんよ、うん、ああなるほどねポップスの方々とかだとま題、あ、名じゃないにしてもはい、はい、歌詞があるとまたそうです、ね、ストーリーっていうものが先にあったりとかしますからうん、うん はい、ねえ面白いよねうん、うん、だタイトルまだないですけどって言って引き出すのかっこいいそれでも結構毎回そうなんで、はい、あの日にちを書くか、うん、レコーディング用の曲は全部 R1R2 って書いてあってあ怒られますいい、うんね、加減にしてて <laughs> 全部 R だから <laughs> なるほど、ね <laughs> うん、あ面白いな確かにそう、うん、いやこれジャズミュージシャン得意だと思う、うん いやーちょっとじゃあそのタイトルをだからそうやって見比べながらあの何、えー、とこの「リメンブランス」っていうのをまた見てみるのもちょっと面白いんじゃないですかね。はい、はい、ぜひいやー面白いちょっとおっしゃるちょっとせっかくだからもう一回だけあのリメンブランスちょっと聞いてみましょうか。じゃあ、はい、えっと曲名をちょっとまた紹介してもらっていいですか そしたらあえて私の曲じゃなくて1曲だけ「アメリカ民謡」を入れたんですけど「えセナンドという曲でコロナが始まって突然世界中の人が歌い出したっていうちょっと私はミラクルに思っててたまたま録音した曲が。これれ今流てるやつですよねはい会いたい人に会いたいっていう歌詞がずっと綴られてる。 アメリカ民謡でも最高にいい曲ですなるほどじゃあ玉城、はい、ちょっと聴いてみようかはいお願いしますはいはいお聴きいただいておりますのは、えー、ジャズピアニスト山田孝子の最新アルバム「リメンブランス」から「シェナンド」というアメリカの伝統音楽みたいな、はい、民謡ですねなるほど 本当そうですよねジャズマン結構こうやっていろんな曲を演奏してまたどうですか、うん、これだと逆に思いとかがなんかちょっと乗りながら演奏になるんですかねやっぱり。そそうです、ね、う,そうでですすねね、うん いや素敵なな曲だなちょっと皆様是非こんな曲も入ってる素敵な CD をぜひ手に取っていただきたい、はい、<laughs> ですので山田孝子のホームページをぜひ見ていただきたいのでもう一度言います大事なことは「はい、山に田んぼに尊い子」<laughs> スペースピアノ山田孝子こちらであのホームページを見ていただきたいですし何よりやっぱり。うん さっっき言たように生の凄さっていうのもあるので山田さんの演奏を直接見てほしいし CD で演奏した時とまた違いますもんねライブは全然違いますですよねそこがまた魅力的だと思うし今喋ってるこの人がライブに行くとこんな感じなんだ楽しんでいただきたいんですけど山田さんもうエンディングに入るんですけど最後何か言っておきたいことありますかえっとですねコロナに負けずライブ活動はい かなりやってますので気をつけて。はい。はい、あの元気な方はぜひあの聞きに来ていただけると元気になるので、はい、もうそれは保証しますので <laughs> ぜひ気をつけて聞きに来ていただけたら嬉しいと思います。<laughs> はい、ありがとうございます。たまちゃんどうでした？最後たまちゃんからもなんか山野さんに聞きたいことをいつものあのゲストにきあの聞く特権をなと思ってるからね。<laughs> 何かお聞きしてよろしいですよ。何かありますか？<laughs> お休みの日は何してますか。<laughs> えー、ちょっと待って、お休みそんなご趣味を聞くの。お休みはお教えてください。できたらお寿司を食べに行く。お食,べね、食べたいですよね。<laughs> でも多分鬼のような練習した後 <laughs> いやいやいや。<laughs> ねストイック高値絶対ストイック高値。いやいやいや。いやー素晴らしいちょっとなんかもっといろいろね。 バークリー時代の話とかもいろいろ聞いてみたかったけれど、はい、まあそれはまたあのおいおいだしライブ見ていただいたりとかして、はい、ぜひあの楽しんでもらえたらなって思います、はい、じゃあこのまま素敵な曲を聴きながら、はい、終わっていきましょうか、はい、今日はジャズピアニストの山田孝子さんにお越しいただきましたありがとうございました、はい、あ,ありがとうございました